正しい史実に基づいて、日本国の名誉、日本国民の名誉を回復したい。で、国際社会に正しい情報をもっと積極的に発信すべきである。まあ、新しく調査によって判明した事実に基づいた新たな談話を発出していただきたい。会合では政府から河野談話の作成過程の検証結果や対外的な情報発信の現状などについて報告を受けました。これに対し出席した議員からは、正しい史実に基づいて国際社会に積極的に発信すべきだなどといった意見が出されました。高市政調会長は菅官房長官に対し、新しい官房長官談話の作成を求めることにしています。